まりましたダンサートーク、ダンス大好きママダンサー MC のセアネです。よろしくお願いします。今回の動画はバックダンサーオーディション合格発表です。セアネまたも、オーディション受けてきました。今回のバックダンサーオーディションのアーティストさんですね、それが、HY さん、も同世代ですねだからお願いですね。 HY さんだったりとか、ソアラさんだったり、ベリーグッドマンですね。この3アーティストさんのバックダンサーオーディション募集ということでした。今回肉フェスっていうね、ゴールデンウィークにあのお肉が食べるねフェスのイベントがあるんですけど、それのステージでアーティストさんがパフォーマンスする、バックでね踊ってくれる子たちを募集したいということで、清水翔太くんとかもね出るんですけど、まあ翔太くん以外の、アーティストさんのバックダンサー募集がやっていたので、さやねも年齢制限書いてなかったのでね、30代も受けれたので受けてきました。このチャンネルではですね、ダンスに関わるゲストをお迎えして、ダンサールーツという対談動画だったりとか、ママトークっていうね再生リストもありますので、そちらの方を参考にぜひ結婚出産後のダンス人生どうしようかなって迷われている方はですね、いろんな先輩ダンサーのやり方を、参考にしたりシェアハピしていただいたりして、自分のねヒントにしてもらえれば嬉しいかなと思い続けてます。ダンス好きチャンネルでございます。ぜひチャンネル登録してグッドボタン、高評価、そしてコメントもお寄せいただけるととっても嬉しいです。またセアネはインスタグラム、 X、TikTok やっておりますので、ぜひそちらの方もフォローよろしくお願いします。本日は4月の13日なんですけれども、12日金曜日の夜8時半頃にね、合否のメールは来てたんですよ。来てたんですけど、ちょうど夜8時半、子供たちこう寝る支度をしていてですね、もう私もこう寝かせなあかんっていうところでね、本読んだり歯磨きしたりなんやかんやね、着替えさせたりとかいろいろあるじゃないですかっていうちょうどタイミングの時のメールで、その後ね子供たち寝つくかな寝つかへんかなぐらいの時に、はい始まりましたダンサートーク言い出したら、お起こすかなと思って、ちょっと次の日に持ち越して土曜日の朝に今撮っておりますね。朝にすぐ撮りたかったんですけど、今度朝になったらさ、子供たちがさ、公園行く、公園行きたいって言い出して、えみたいな、お母さん合格か不合格かめっちゃ気になってんのにと思ってさ、行くんやったらじゃあ朝のうちに空いてる公園、空いてるうちにパパッと行くかと思って、今公園もね行ってきてで、スーパー行って買い物してきてから今帰ってきて、ようやく、合格発表を見ようかなっていうところでね、もう気になりまくってますんでねもう早く知りたい、もう、怖いですけどね、知りたいような知りたくないようなっていう感じでね、ちょっとメールが届いてますので、そのメールの方からね、合否確認していきたいなと思います。では押していきたいと思います。今回は、カルチャーアベニューフェス2024バックダンサーオーディションにご参加された皆様、この度はカルチャーアベニューフェスバックダンサーオーディションワークショップに参加いただきありがとうございました。審査結果についてですが、応募者が多く審査が難航しているためご連絡が遅くなっております。明日の4月13日土曜日中にはお送り予定ですので、今しばらくお待ちください。何卒よろしくお願いいたしますまだ出てなかった結果びっくりした。何このメール。あ、そうなんですね。そう、140人ぐらい受けてますって言ってたかな。だから140人受けてて、その3アーティストに、まあ、10人ずつぐらいダンサーをつけたいみたいな感じだったんですよ。だから140人中30人しか合格はしませんっていう倍率なので、難航してるということで、はあ、びっくりした。というわけで、4月13日え今日や、今日中には審査結果を出してくれるっていうことらしいので、そのメールが今日中に来たらもう一回取ります。というわけで一回収録終わり。終わるわ。ああ。はい、というわけでですね、昨日から日付が変わりましてですね、今日は4月の14日、日曜日になりました。はい。なんか昨日のメールではね、13日土曜日中に合否のメールが来るっていう話だったんですけれども、私もね、ちょっと頑張って、こうストレッチとかね筋トレしながら10時半ぐらいまで昨日の夜粘ってみたんですけど、メール来なくて、みたいな、メール来てない、気になるけど眠いしと思って寝ちゃったんですよね。おいで、今日はまた土曜日明けて日曜日なんですけど、もうね、もう午前中子供とまた公園行ってきて、公園2軒はしごしてきて、メール来ないんですけどと思ってね、なんかもうお昼も終わったと思ったら、メール来てました。やっと
日曜日のお昼にちゃんとね、もうメール届いてまして気づきました。というわけで、早速、どんだけ待たせるんですか、ドキドキさせてっていうところでね、開いていきたいと思います。はい、ニューエイジさんですね、実行委員会さんの方から、オーディションの合否に関しましてというタイトルで、メール来ております。いきますね。この度はカルチャーアベニューフェス2024バックダンサーオーディション&ワークショップにご参加いただきまして誠にありがとうございます。ご連絡が遅くなり申し訳ありません。厳正な審査の結果、素晴らしい表現力ではございましたが、定員人数に限りがあり、今回希望されるアーティスト様のバックダンサーとしてご一緒できないことをスタッフ一同大変残念に思っております。ただし、今もちーのエフェクトをかけようと思ってたよ。あれ、ちょっと待って。ただし、何これ、繰り上げ合格のチャンスがございますので、下記ご確認くださいませ。またこのパターン、ブラックアイドビーズパターン。何これ、1名でもダンサーが大きなステージでパフォーマンスができるよう応援しておりますということで、ステージサイズの関係で、追加の合格者もしくは既存の合格者の中から辞退者が出た場合、繰り上げ合格をご案内させていただく場合がございます。その場合、該当者のみ4月16日火曜日までに、メールかお電話にて通知させていただく予定です。恐れ入りますが、4月16日の火曜日までは、スケジュールを空けたままでお願いできると幸いですということで、なぬスケジュールは抑えたけどいうことでございます。というわけで、一応ね、これ、そう、オーディションね、私受けた時に、なんか地方から受けに来てますみたいな子たちもいたんですよ。大阪から来ましたとか、新潟から来ましたみたいなね、そのオーディションの日のために、わざわざ、東京に来てオーディションを受けてる子たちとか、遠方からね、来てる参加者の人も結構いて、だからね、やっぱそういう子たちもいるから、ちょっとまあ、辞退者が出たら、お願いするかもしれないっていうところでね、こう、そういう遠方の子にももしかしたらお願いするかもしれないとかね、いろいろこう、スケジュールがあると思いますので、ちょっと開けたままでお願いできますと幸いですということで、なるほどね。最後の方にですけど、ニューエイジさんの方ではですね、夏にもニューエイジ透明坂ツアー開催決まっており、こちらも出演者募集中ということでね、今後もアーティストのバックダンサー開催予定ですので、今後ともニューエイジをよろしくお願いいたしますということで、ニューエイジさんに、ね、結構オーディションね、いろいろやってまして、アーティストさんと一緒にこうバックダンサーとしてダンサーを出すみたいなこうステージをやってるところらしいので、一応ニューエイジさんの方のインスタグラムだったり、ホームページの方もこちら説明した概要欄の方に載せておくので、バックダンサーに興味あるっていうダンサーの方はぜひそちらのね、ニューエイジさんのホームページの方ぜひ覗いてみてください。はい、というわけでですね、オーディション結果出ましたね。まあ一旦不合格ということですね、とりあえず。残念でございました。お疲れ様でした。どうしようかこの動画。だから今回不合格やけども、火曜日まで一回飛ばす動画ね、火曜日のそのキャンセル待ちみたいな形やけど、ちょっと辞退者が出たらもし繰り上げ合格になってほしいみたいな、受験みたいなね、いうのもあるから、ちょっとじゃあ一回最終合否が出るまで、ちょっと火曜日まで動画飛ばしましょうか。せっかくやったらね、これ一本で多分サクッと終わる動画にできると思いますので、まあ、じゃあ一回動画切ります。はい、というわけでですね、今日は、17日水曜日でございます。こんな日をまたいで撮影するオーディション動画初めてですね。前回なんやっけ、前回が週末になんかメール来てましたよね。 G メールちゃうわ、 Yahoo メール。日曜日に来てたメールの方が、もし辞退者が出たり繰り上げ合格の人が、ステージサイズによって出た場合ですね、該当者のみ、4月16日火曜日までにメールか電話で通知させていただきますということで、該当者のみに昨日までに連絡が来るというところでしたね。はい。そしてですね、今現状ですね、火曜日またいでも水曜日なんですけれども、メール来てるかなって、そっからこう、メルマガがさ、届きすぎててさ、探すの大変じゃない？はい。更新して、メール画面ね、来てないかなって見ましたけど、17日水曜日、現在も午前中11時なんですけれども、来ておりません。メールは来ておりません。はい。というわけでですね、これでもう最終
結果、やっと出ました。さやねの今回の、バックダンサーオーディションですね。オーディションの結果は残念ながら不合格というお知らせになってしまいました。お待たせしました。お待たせしました。いや、この動画ではね、全部ジェットカットでまとめてるんで、シュッと見れたと思いますけど。待った結果まで。結果まで待ったよ。これ1日が長いですよね、オーディション結果って。1日もずっとよさ、日付変わるまで来たかな、来てないかな、みたいなね。見て、残念ながら、そうなんです。でもね、一個前のなんかメールかなんかでね、こう、ニューエイジさんの方もこう、ちょっとね、なんか褒めてくれてましたよね。で、36歳母ちゃんの挑戦。日曜日に来てたメールでは、結果メールでは、素晴らしい表現力ではございましたがっていう風にね、書いてくれてるんですよね。これみんなに送ったのかな？コピペで送ったのかな？なんかもし個人に向けて書いてくれたなら、すごい嬉しい。ありがとうございます。ニューエイジのどなたがメールくれたのかちょっとわからないですけれども、素晴らしい表現力ではございましたが、定員人数に限りがあってご一緒できませんっていうところでね、丁寧に、不合格通知を送ってくれてるので、そう、表現力はすごいよっていうことは、ありがとうございます。ユニバ出身なんで。そうなんです。そこは、まあ、自信持ってくれてもいいですよっていうところですね。でも今回の振付師の方、の、その、こう、優先順位的には、こう、はまらなかったっていうところですね。はい、というわけでですね、本日、また動画を追加で撮って別日なんですけども、今日はですね、もう4月の19日になったんですね。金曜日ございます。前に撮った動画の時点で、もう編集者さんに投げて、動画をね、作ってもらおうかなと思って、ちょっと編集者さんに相談してたんですけれども、なんとね、あれからですね、さらにニューエイジさんの方から、連絡が来まして、私、ちょっとメールの方が、17日水曜日にメールの方は届いてたみたいなんですけど、ちょっともう、私もこう、メールをちょっとチェックするのが遅れてですね、次の日の18日、木曜日に、電話がかかってきてまして、で、私もちょっとパート中だったんでね、気づかなかったんですけど、あれ？なんか知らない番号だなと思って、ちょっとお電話かけ直したら、ニューエイジさんの方だったので、どうされましたと思って、どうしましたと思って電話ね、かけ直したら、実はですね、さよね、今回、カルチャーアベニューフェス2024、バックダンサーオーディションの、繰り上げ合格というか、追加合格者に選ばれました。オーディション追加合格者、合格しました。さよね。バックダンサーオーディション合格しました！イエーイ！っていう、電話がね、折り返したらそういう風なご案内で、ちょっと昨日メールを送らせてもらったんですけど、ちょっとご覧いただけましたでしょうかっていうところで、あー、すいません、メール見てなかったと思って届いてたんで、それをちょっとさらっと読みますね。17日水曜日の方にメールが届いてました。3時頃ですかね、メールが届いてました。この度はカルチャー、アベニューフェス2024バックダンサーオーディション&ワークショップご参加いただきまして誠にありがとうございます。先日選考結果のメールをお送りしましたが、追加合格者が出たため、ぜひバックダンサーとして一緒にご出演いただき、イベントを盛り上げていただきたい、いただきたい、いただきたいと思い、ご連絡させていただきました。では早速ですが、今後の流れを説明させていただきますという形でですね、なんとバックダンサーのね、合格通知来ました。でですね、アーティストさんですよね。今回3アーティストのバックダンサー、どのアーティストさんのバックダンサーになるかわからないっていうことだったんですけど、私が出演する楽曲が、ソアラちゃんっていうね、可愛らしい、女性アーティスト、女性ボーカルアーティストいらっしゃるんですけれども、そのソアラちゃんのバックダンサーとして、追加合格で選んでいただきました。ソアラさん、ちょっと初めましてのアーティストさんなんですけど、よろしくお願いいたします。ということで、楽しみです。曲名の方も出してくれてるんですけど、まだね、ニューエイジさんの方に YouTube 動画を出してもいいのか、全然、許可の申請してないか、ちょっと聞いてみて、もう出してよかったら、またね、追加でどんどん動画出していきたいなとは思いますが、なんと、それはね、合格しておりました。なんか久しぶりのオーディション合格動画になって、久しぶりちゃうわ。YouTube を出してからは初めて合格したの、オーディション。初めてかもしれん。やっとこさ合格しましたって言えました。嬉しい。ねえ、こんなね、36歳のおかんはおらんと思う、爆弾さんの中に。おらんとも、今ね、こう、グループラインもできて、自己紹介をね、みんなね、バックダンサーさんがこう、
はじめまして、十何歳です、二十何歳ですみたいな感じで、よろしくお願いします、精一杯頑張りますみたいな感じでね、自己紹介ラインがペペペンで届いてるんですけど、おらんからさ、36歳ですっていう人が、36歳ですっていう人おらんからさ、気使われるかなと思ってさ、すっごい年上の人おると思って、なんか気使われたらなんか嫌やなと思って、一生懸命頑張り、よろしくお願いしますっていう感じで、ね、ラインは送りましたけれども、いやー、嬉しい。よかったら見に来てくださいね、視聴者さん。ソアラさんがねメインとなります。バックダンサーサポートですので、もちろんソアラさんがメインとはなりますが、一生懸命ですねその日来ていただいたお客さんたちのもうその一曲の瞬間がすごいハッピーになるように頑張って私もリハーサル練習しますので、よかったら見に来てください。日程がですね、肉フェスのイベント自体はですねお台場の方であるんですけれども、5月の1日、ゴールデンウィーク中ですね、1日、3日、3、4、5、6ですね、うん、2、3は飛んで5月1、3、4、5、6日、肉フェスがあるんですけれども、そのうちの私が出演するのは9月の3日が出演日となりますので、もしゴールデンウィークの、金曜日の初日がですねまだ何も予定がないかなっていう方は、ぜひよかったらソアラさんのバックダンサーで出ますので、ぜひぜひサーネも見に来てくれると嬉しいです。ついでにねこうやっぱお食事とかも楽しめるっていうことだと思いますので、お肉大好きな方、お子様連れ、ファミリー連れでぜひ遊びに来てくださいっていう感じで、いやー何日またいだ今回のオーディションかも何回連絡来るみたいな感じで、正直その繰り上げ合格まで連絡が来るとは思ってなくて、本当にもうええわと思って、ちょっとメールちゃんと毎日チェックせず、もうね編集者さんにも不合格でしたの動画で編集してくださいっていう風に投げようかと思ったんですけど、ちょっと急遽ね合格したということで、ちょっと追加で動画を今日は撮りました。なのでちょっとね編集者さんにちょっと待ってもらってるんで、ちょっと追加撮影するので、ちょっと編集待ってくださいって言っちゃってるんで、これも収録したらね、皆さんにそのゴールデンウィークまでにちょっと告知ができるような動画にしたいなと思ってるので、ちょっと編集さんなんです、すいません、ギリギリで、すぐに投げたいと思いますけれども、36歳2人子供産んでも挑戦することは諦めずに、自分のできる範囲で、もちろんパートと子供のことがメインにはやってるんですけれども、その隙間で、そちらの方にご迷惑をかけないようにできる範囲で受けれるオーディションだったので参加させていただいたんですけれども、本当にこう自分にできる範囲の中で挑戦っていうものを諦めないで、ママだって好きなこと、私だったらダンスが大好きっていうことを諦めずにちょっと挑戦した結果、お願いしますってこう見てくれた、今回はニューエイジさんっていう会社ですね、見てくれてた人がいるんだなっていうのはもう大変嬉しいな、ありがたいなって思いますので、本当に一生懸命やろうと思うし、このチャンネル見てくれてる皆さんの中にもしかしたら同世代のママダンサーとかいるかもしれないので、もうママになったから、家族を持ったからっていうことで、ちょっと自分の夢はもう諦めよう、挑戦することはやめようっていう風にちょっとこうマイナスに思ってる方がもしいたら、これまでのオーディション動画だいぶ落ちてきてるけど一個のたくさん受ける中のこう一個こうやってこう受かるっていうこともあるんだなって、好きなことできるチャンスだって掴むことができるから諦めないでほしいなっていうのは、なんか一つでもなんか背中を押せたらいいなと思ってます。うん、私もやっぱりこう妊娠した時にさ、思ったのは、ダンサーとして人生終わったんやって、なんか知らんかったから、妊娠するってどういうことか、自分の体の中に命がいるってどういうことかっていうのも初めての経験だったので、あ、イコールお母さんになるっていうことは自分の夢を諦めないといけないんだって、おー泣きそうで、一人目の妊娠の時はねすごい思ったんですよ。それまではだって毎日一日たりともさ踊らない日はなかったっていうぐらいさ、ダンスに一番時間を割いてきたけど、やっぱり子供ができるっていうことのその責任の重さというか、命をこう体に宿すことの責任の重さみたいなので、やっぱりあ、もうダンサーとして生きていくことはもう今後できないんだって、すごいこう誰に言われたわけじゃないけど、やっぱその責任感みたいなもので、母親としての責任感みたいなものでこう夢を諦めそうになった。それだけダンスにこう豊かにしてもらった人生だったのに、ダンスををこうやめないといけないのかなって不安になった時に、でもやっぱり子育てしていく中でダンスがあることによって、子供に対して笑顔でいれるし、自分の好きなことに一生懸命挑戦することによって
ね、子供の前でこう胸張って笑顔で過ごしていけるっていう実感も今2人子育てしながら思ってるので、当時の私みたいにいつか結婚もしたいし子供も欲しいけど、そうしたらダンスは手放さないといけないのかなってこう不安に思ってる、方がもしいらっしゃったら、こういうママもいるよっていう感じでね、楽しく自分のライフスタイルに合わせてダンス楽しんでるママもいるよっていう風に思っていただけたら、好きなことを抑えすぎずにというかね、たまにもうなんかその15秒の TikTok 撮るだけでもさ楽しいやん。ダンスって1年に1回なのか2回なのか、本当にみんなと TikTok 撮れたらいいなとかも本当ほんまに思ってるからね、その15秒の TikTok ぐらいだったら覚えられるやろ、子育ての合間に覚えられる覚えられる。だからそうやってさ一緒に TikTok 撮ってさ、イエイっていう時間が一瞬さ、ちょっと撮影時間1時間ぐらいスタジオ借りてさ、なんか1年の中で1回2回ぐらいやったら作れるやろ、そういう時間もそういう風になんか楽しく自分の心に合わせてさダンスも楽しんでいけたらいいかなっても思ってるので、子供いたらダンスしちゃいけないのかなとかって思ってる人は、こういうダンスやってるお母さんの話聞いて楽しく取り組んでもらって、それを子育てとか家族の前の、メンタルにも活かしてもらったらいいのかなと思います。というわけで、なんかすごい深い話にぶっ飛んだけど、オーディションのね結果報告動画でした。はい、以上となります。ぜひ遊びに来る方はニコフェスでお会いしましょう。セアネーでした。ほなな。